手電話クッキー、ジュー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 。はい、それではですね、今日はやってくれてありがとうございます、はい、新玉ねぎを使った料理ご紹介したいと思います。美味しかったよ。それではどうぞ。ご紹介いただきますのは宮崎旬回席豊玉の松尾光健さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。初登場ということで、はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はどういった料理をご紹介いただけるんでしょうか。今日はですね、今が旬のアサリと新玉ねぎのすり流しを作りたいと思います。これすり流しってどういう料理なんですか。すり流しとは和風ポタージュみたいな感じですね。あ、スープみたいな感じなんですね。はい、はい、じゃあ楽しみです。では材料です。新玉ねぎ、あさり 300g、 バター 50g、 ウド 30g、 だし昆布 3g、 スティックセニョール8本、水 400cc、 かつおだし 180cc、 酒 20cc、 塩、薄口醤油、ピンクペッパー、木の芽が適量です。最初はですね、はい、あさりのだしを取りたいと思います。はい、はい、とこすり洗いしたアサリをですね、鍋に入れて、はい、水を入れます。はい、あ、沸騰したところに入れるわけじゃないんですね。はい、はい、はい、で、火にかけます。はい、最初は強火で構いません、はい、はい、沸騰するまでということですね。はい、アクが出てきましたので、アクをすくいます。はい、いつまでっていうのあるんですか。あ、もうアサリが全部開いたら素早くあげます。なるほど、はい、ですね、アサリが開いたらザルにあげます。はい、はい、アサリはあんまり火にかけすぎると硬くなりますので。そうなんですね。素早くあげます。素早くあげることが大事。はい、はいはい、ポイントですね。新玉ねぎを炒めていきます。はい、バターを入れて、うん、玉ねぎを入れて、いいですね、炒めていきます。はい、結構もう細くしてる感じですね。はい、はじめは強火でもいいんですが、色をつけないで弱火でじっくりと炒めます。うん、はい、この色をつけないとか、はい、そういうのはその後の味とかに変わってくるんですか、やっぱり。そうですね、見た目もやっぱり玉ねぎの白さも出したいし、あと味もやっぱ変わってきますね。はい、ずっと混ぜとかないといけない感じですね。そうですね、はい、もう焦がしたら終わりなんで、はい、焦がさないように、はい、ポイントですよ。これくらいですね。これくらいになったらもう弱火にして、ちょっと本当若干トローンってなる前ぐらいですか。そうですね、はい、弱火ということは、まあ、まだ炒め続けている状態ってことですよね。だいたい10分か15分ぐらいは炒めます。結構炒めますね。はい、ここでこう玉ねぎにさらに愛情かけるわけですね。そうですね、はい、なるほど。これぐらいになりましたら粗熱を取ります。はい、結構とろ、そうですね、とろですね。はい、はい、それでは粗熱の取れた新玉ねぎの炒めたやつをアサリの出汁をミキサーにかけます。はい、これだってミキサーにかけるのに、はい、もうこんだけトロトロに炒める時点でやるんですもんね。はい、アサリの出汁を入れます。はい、これ牛乳みたいですね。そうですね。いや、これ玉ねぎですか。はい、わ、すごいな。はい、じゃあ次にミキサーにかけたものを鍋に移します。はい、もうすでにスープですね、これはね。はい、完璧な。そして火にかけます。はい、これ玉ねぎですか。わ、すごいな。ああ、香りがしてきましたね、少しずつ。
加えてきました。はい。ここで味をつけていくんですが、はい、もう新玉ねぎの甘さとアサリの塩分がもう出てますので、うん、結構味がついております、はい。はい。このままでも美味しくいただける、ね、ということですね。はい、あまり味は薄めの方がいいですね。入れすぎず、はい、濃くしすぎずということですね。はい、で塩を少し、お好みなんですが、はい、塩を少し入れます。薄口醤油も少し。どれくらいかなってちょっとやっぱ迷うと思うんですよ。そういう時はもう3滴ぐらいでいいですね。あ、もう本当少しずつ、はいはい、調整していく感じですね。はい、味が整ったら一番最後にアサリを入れます。はい、これで完成と。はい、完成です。はい、ではこの後盛り付けして試食です。はい、では試食です。いや、これまた見た目がもう春ですよね。今日はちょっと上に飾りもつけていただいて。そうですね、春らしくしてみました。そしてまあ本当に色白ね、本当これちょっとどんなお味なのかずっと楽しみにしてたんで、早速いただきたいと思います。いただきます。うん、甘い新玉ねぎの、すごい本当に美味しい。とろっとろでも口当たりが良くて、はい、でこのあさりとまた合いますね。でもこれ本当に新玉ねぎの甘さと旨味がぐっと引き立つ一品ですね。はい、そうですね。炒めた時に。そうですね。そこがポイントですか。はい、そうです。玉ねぎ炒めた時に色をつけないでじっくりと炒めるのがコツですね。これからでしたらそら豆やえんどう豆でもできます。初めて出会ったこのすり流し、はい、いろんなお野菜でもアレンジできるということですので、ぜひ皆さんご自宅でチャレンジしてみてください。今日は宮崎旬回席豊玉の松尾さんにご紹介いただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、新玉ねぎのすり流し、すごい。私初めてすり流しというものを聞きまして、はい、僕もです、ね、私も、はい、和風ポタージュって聞いてて、はい、もうワクワクしてたんですけど、うん、あの白さすごい綺麗でしたね。あれちょっと予想外でした。出てた方があの牛乳みたいって言ってたけど、本当、私ね、出てた方ね、私出てたよ。本当牛乳みたいでね、綺麗な白だったですけど、はい、玉ねぎを炒めるとき初め強火なんですけども、うん、はい、しんなりしてきたら弱火でしっかり炒める、焦げ目がつかないように、焼き色がつかないようにするっていうのがやっぱり一番ポイントだということで、はい、丁寧に炒める。普通なんか玉ねぎを炒めるって言ったら飴色になるはずとかってね、よく言いますよね。でももう本当あの白さを保つためには焦がさない、うん、すごい。あれミキサーにわーってかけた時にあの玉ねぎのツーンとする感じはあんまり、いや全然ないんですよ。やっぱ新玉だからかな。そう、新玉ねぎだから甘みの方が、香りもすごくいいですよ。食べたい。でアサリの出汁を取る時、まあ、いろんな、ね、こう火にかけたりとかもするんですけど、はい、アサリの出汁を取る時は火にかけすぎないっていうのもポイントだそうです。そしてですね、バターは無塩の方が素材の味が生かされるということなので、な、ね、無塩のバターをね、ぜひお使いいただきたいと思います。はい、そしてですね、他の野菜でもそのすり流しが代用できるということでご紹介ありました、うん、かぼちゃとかそら豆とかになるとまた色合いがグリーンな感じとかすごく綺麗な、それでもやってみたいですね。干したりとかしてね、綺麗に作れるということなので、いろんな方法がありますので、ね、チャレンジしていただきたいと思います。そしてプレゼントいただきました、ご紹介します。フェニックスシーガイアリゾートよりレストラン利用券5000円分をお二人の方にプレゼントいたします。応募方法は番組の最後でお知らせします。旬の食材を彩り鮮やかに仕上げた和懐石が楽しめる豊玉、海の幸山の幸に恵まれた宮崎ならではの旬の美味しさとともに贅沢な時間をお過ごしいただけます。ぜひですね、皆さんご自宅であんなに美味しいのが作れたらいいな、私もチャレンジしてみたいと思います。ぜひ皆さんもお試しください。以上、手際クッキングのコーナーでした。はい、ゆみちゃんでした。
では CM の後はゆうすけとなみのやってみらんでお送りします。